ノーニューヨークは1978年にアンティルスレコードからリリースされたコンピレーションアルバムである。プロデューサーはブライアン・ E の。このアルバムには4組のアーティストしか参加していないが、1970年代後半に発生したジャンルであるノーウェーブのきっかけとなったアルバムとして知られる。ブライアン・ E のノ1970年代のニューヨークにおいて双方にある アーティストスペースというギャラリーで、ロックフェスティバルが4日間開かれた。そのライブの3日目に、DNA とザ・コン c ーションズが出演。続く、最終日には、マーズとティーンエイジ、ジーザスザ・ジャークスが出演した。そのライブの観客の中に、トーキングヘッツのセカンドアルバム、モアソングスのマスタリングのために、ニューヨークに来ていたブライアン・イーノがいた。イーノはこの4組のバンドに興味を持ち、 これらのバンドによるノーウェーブのコンピレーションを自ら監修してリリースする案を思いついた。なお、このライブの様子はオープンリールで録音されたが消失して現存しない。DNA のメンバー、アート、リンゼイーノは4バンドにコンピレーションを作る案を持ちかけ、イーノのアパートでミーティングを行った。当初、アーティストスペースでのライブに出演していた他のバンド、例えば、 クレンブランカ率いるセオリティカルガールズなどもコンピレーションに参加する案があったが、イーノや4組のバンドの移行によって結局参加することはなかった。アルバムの構成は4バンドが各4曲ずつ計16曲となった。ミーティングの後、イーノはアイランドレコードにコンピレーションの構想を持ち込み、ビッグアップルスタジオでレコーディングが行われた。しかしイーノは プロデュースにおいてあまり手を加えず、各バンドの演奏をできるだけ生のまま生かそうとしていた。そのため演奏にほとんど口を挟まず、時にはレコーディング中に雑誌を読んでいることもあった。レコーディングについて、ザ・コントーションズのメンバー、ジェームス・チャンスは、ザ・コントーションズのトラックは、スタジオ内で、すべて演奏し、楽器別に録音もせず、多重録音もなし、ただ演奏を記録しただけだと語った。 しかし、1979年に行われた、ザ・スタジオ・アズ・コンピッシシャネル・ツールというレクチャーにおいて、いいのは、ノー・ニューヨークに収録された、ヘレン・フォーズデールで、私は、ギターパートのクリック音にエコーをかけ、全体を通して、コンプレッサーで音を圧縮させることで、ヘリコプターのブレードのような響きを出したと語っている。ノー・ニューヨークは、当初、アイランドレコードからのリリースを検討されていたが、 内容が実験的すぎると判断され、サブレベルのアンティルスレコードからリリースされたとされる。1978年にノーニューヨークの LP 版は発売されたが、ビルボードのチャートにはランクインしなかった。またこのアルバムでは歌詞がレコードスリーブの内側に印刷されており、歌詞を読むためにはスリーブを破らなければいけなかった。このアルバムに対しては、 様々な評価がなされた。例えば、批評家のリチャード・シー・ウォールズは、クリーム・マガジンの1979年4月号で、このアルバムは、ノーという、揺るぎない声明で、リスナーに、新しい思考材料を与えると、好意的に評した。また、1981年9月30日から10月6日、発行の、ビレッジ・ボイスでは、レスター・バングが、 身の毛の余達ノイズミュージックへの正当なガイ度、重要な分岐点として推薦している。しかし批判的な意見もあり、1979年4月5日号のローリングストーンでは、攻撃的なアンチメロディ、反人道主義として批評し、特にザ・コントーションズ以外のバンドについて、全く我慢ならない、とりわけ魅力的というわけでもない、特にオリジナルというわけでもないなどと厳しく評した。 ノーニューヨークは賛否両論となり多くのリスナーを刺激したが後にリリース元のアンティルスレコードが倒産マスター音源が消失してしまったその後しばらく同盤が入手しづらい状態になりニューヨークのレコードショップなどでは80ドルで取引されるなど価格が高騰した1995年にはニューヨークタイムズで廃盤となったアルバムのトップ10に ザ・ビートルズ・スーパーライブやクラフトワークと並んでノーニューヨークが挙げられたその後1997年に日本で CD として再発されたのをはじめアメリカでも2005年にリリースレコーズから CD と LP 版が再発された再発後のレビューは概ね好意的でアルミューズイックではこの影響力の大きいアルバムは今でも ニューヨークのノーウェーブ運動の決定的な記録であると評され、クリームマガジンでもノーニューヨークの音楽に魅了される人もいるだろうし、信じられないと思う人もいるだろうとされた。2007年12月にはブレンダーマガジンで発表された史上最も優れたインディーロックのアルバム100の65位にノーニューヨークがランクインした。ありがとうございます。